次に吉田信弘君。委員長。はい、吉田君。おはようございます。公明党の吉田信弘でございます。本日もあの質疑の機会を賜りましたこと、委員長をはじめ皆様に心から御礼を申し上げたいと思います。それでは質問に入らせていただきます。林外務大臣は先日、普遍的価値を守り抜く覚悟、日本の平和と安全を守り抜く覚悟、そして地球規模の課題に向き合い国際社会を主導する覚悟、これら3つの覚悟を持って対応力の高い低重心の姿勢で外交を展開するとお述べになられました。公明党はこの大臣の姿勢強く支持いたします。通常国会冒頭にも同じ決意を示されたわけでございますが、その時と違い今回の決意においてはその前提としてロシアによるウクライナ侵略、北朝鮮、中国に対するご認識をお述べになられておられます。私はここで中国に関して質問をさせていただきたいと思っております。林外務大臣がお述べになっておられるとおり、尖閣諸島情勢を含む東シナ海、南シナ海における力による一方的な現状変更の試み、台湾周辺での一連の軍事行動、特に日本の排他的経済水域を含む日本近海への弾道ミサイルの着弾など数多くの課題や懸案が存在していることは紛れもない事実だと思います。このような状況ではございますが、是が非でも回避されなければならないその事態、それは台湾有事であろうと思います。台湾有事は絶対に起こさせてはならないと思います。ただし先の中国共産党大会において概要台湾について武力行使の放棄を約束せず、あらゆる措置を必要な措置を取る、祖国の統一は必ず実現しなくてはならず必ず実現できると習近平国家主席はお述べになられました。そうである以上台湾有事への懸念を払拭することはできませんし、中国の台湾に対する動きからも目を離すことはできません。先ほど中川先生もご質問されましたけれども、台湾有事が発生すると日本にも甚大な悪影響が生じることは容易に予想ができます。繰り返しでございますが、台湾有事は起こさせてはならないと思います。外務省は対中国外交においてはこのことを一番の念頭において継続し行っていかなければならないと強く思います。そこで大切なことは、常にそうであるとは思いますが、中国との対話の扉は常に開いておかなければならないということであろうと思います。そこでまずこれまでの中国とどのような対話が実績として行われてきたのか、時間が限られておりますので習近平国家主席の2期目の期間でご説明をいただきたいと思います。はい、林参事官。お答え申し上げます。今委員からご指摘のございました習近平主席の第2期以降につきましても、中国との間で首脳会談や外相会談をはじめさまざまなレベルで意思疎通を行ってきております。岸田政権成立直後におきましては昨年10月に岸田総理と習近平国家主席との間の日中首脳電話会談、さらに林大臣と王毅外務大臣外交部長との間ではテレビ会談や電話会談を実施しております。このようなハイレベルでのやり取りに加えまして、事務当局間においてもさまざまなレベルにおいて協議をしておきております。また経済分野におきましても昨年12月に第7回にあります日中 CEO とサミットがオンライン形式で行われ、また本年9月には李克強国務委員総理と日本の経済界のオンラインの対話が行われるなど交流が盛んに行われております。またさらに国民交流の分野におきましても日中国交正常化50周年の本年170を超える事業が実施されまた予定されております。引き続きあらゆるレベルで中国側との対話に多くなっていきたいと考えております。以上です。吉田君。ご説明ありがとうございます。本当に活発な対話の機会を設けていただいていることに感謝を申し上げます。引き続きお願いいたします。次に多くの報道によると
今回新たになった中国共産党の最高指導部は全員が習近平国家主席に極めて近い存在で固められたとのことでございます。としますれば、これまで以上に習国家主席の考えが色濃く中国の国家政策に反映してくることが予想をされます。またこれまで以上に、習近平国家主席の考えていることをより深く研究することが必要であろうと思います。特に報道によると習近平国家主席の活動報告においてマルクス主義の中国化の新境地を切り開くとの項目が新たに登場し、習主席はマルクス主義の中国化と現代化を掲げたとのことでございます。そこで外務省としては習近平国家主席のこの思想を深く研究しさらに理解をし、そして今後どのような国家政策となって現れてくるのかについて予測する取り組みを間断なく行っていかなければならないと考えますけれども、外務省の受け止めを教えてください。大使参事官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、中国共産党第20回党大会の中央委員会報告におきまして第2章として中国化時代化したマルクス主義という記載があると承知しております。政府といたしましては諸外国の政策について情報収集し分析していくことは重要と考えております。中国につきましても今委員からご指摘のあった点も含めまして関連の動向や施策をしっかりと注視分析していきたいと考えております。吉田君。ぜひよろしくお取り組みをお願いしたいと思います。私自身の話を少し申し上げて恐縮ですけれども、マルクス主義と資本主義の思想的闘争というものはかつての冷戦下時代激しく活発に行われておりました。ただソ連の崩壊という現象において決着がついたと私自身は甘く考えていたところを今反省しています。ただし私の中でマルクス主義を全否定したことはなく、それはマルクス自身がその自分の思想を展開することにおいてその原点は何だったのかなと考えたときに推測ではありますが、おそらく全人類の幸福の実現のために考え始めたのだろうと私は思っておりますので、それを信じておりますので全否定はしたことはございません。ただこのような習近平国家主席という中国において大きい存在がより大きくなった状況を踏まえて改めてこの習国家主席という人物を通して私はマルクス主義について改めて学び直そうとそのように思っております。マルクス主義を考えることは決して資本主義をないがしろにするとかいうことではありませんで、資本主義の本質みたいなことを勉強するには非常にいい私は材料だと思っておりまして、習主席のですね考え方に近づくためにもそのような私自身研鑽を積んでいきたいとそのように思っております。以上申し上げたような私の思いはこれはこれとして別にしてですね、習氏の3期目の出発にあたり、林外務大臣の所感をですねお聞かせいただければと思います。林外務大臣。22日まで委員ご案内のように中国共産党大会が開催されまして、そして23日の午前にいわゆる一中全会が開催されまして、習近平氏を党総書記とする新しい指導部が選出されたわけでございます。他国の政党の活動についてコメントすることは差し控えますが、その上で申し上げますとですね、この日中関係、これはさまざまな可能性とともにですね、数多くの困難な課題、懸案、こういったものにも直面しておるところでございまして、引き続き主張すべきは主張し、責任ある行動を求めながら、諸懸案も含め、今お話がありましたように、対話をしっかりと重ねて、共通の諸課題については協力するという、建設的かつ安定的な日中関係、これをですね、日中双方の努力で構築していく、これが重要だというふうに考えております。吉田君。まさに大臣おっしゃった通りだと思います。ぜひとも強い取り組みをですね、お願いしたく存じます。今林外務大臣からその所感をですね、ご披露いただきました。
この大臣の思いを受けまして、中国との対話をどのように展開していくのか、外務省のご所見をお伺いしたいと思います。林参事官。お答え申し上げます。今ほど大臣からご答弁がありましたとおり、建設的かつ安定的な日中関係の実現に向けまして、大臣のご指導のもとしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。吉田君。はい、ありがとうございます。本当にくどいようでございますけれども、台湾有事はとにかく起こさせてはならないということを強く肝に銘じていきたいと思います。私自身もですね、外務省の皆様といろいろとご指導もいただきながらですね、台湾有事を起こさせないための取り組みっていかなる方法があるのか、ただダメだというだけでは決して説得力を持つものではないわけでございますから、習近平国家主席の考え方、それは色濃く中国のさまざまなレベルにおいて、反映し主張されてくると思いますので、その主張というものもですね、真正面から対峙しながらもしっかりその彼らのその台湾有事武力行使というものを止めるですね、取り組みというものを引き続き、お願いしたく存じます。私からの質問は以上ではあります。ありがとうございました。次に松原仁君。